年のミントウロウジだったらいいのにな。唐辛子くん、育てたのに使わないのもったいないと思って使ってみました。この子はプレイヤースキルにめっちゃ依存するので苦手です。一番の特徴は復活能力だと思うけど、他にもいろいろ能力あるみたい。例えば総コンビペットボーナス、なんと障害物破壊スコア13万アップなんだぜ。アルトナイトでは障害物を1000個壊した時1億3000万点もの差が開く。なお障害物は1000個もない模様。一応ステージ上の障害物を壊しまくれるように雷大鼓と飴玉有成分を宝物に入れといたよ。名前覚えてないから適当言ったけど、これたまに当たるからね。飴玉有成分は確実にないと言える。でもクッキーランのネーミングセンスに近しいものは感じる。ニュートンの飴玉ありそうねえよ。ニュートンは降り注ぐ飴玉を見て万有引力に気づいた。ニュートン味クッキー参戦。偉人のクッキーかはその辺の著者で運営ならやってそう。ていうかクッキーランでは食べ物とかの素材がまだまだあるから、元ネタには困らなさそう。ただそれを一つのキャラクターとしてこれまでの151匹のポケモンと被らないように出すのは大変。そう考えるとブラックホワイトの試みはすごかった。チャレンジしていく姿勢は評価に値すると思います。チャレンジっていう文字列を見てたらカレージを思い出した。 SAO の OP か ED のやつね。あの辺で見るのやめたけど、勇気のキャラデザは好き。中学生の頃 LINE のアイコンにしてたくらい好き。でもアニメアイコンして浮いてる感覚持っちゃうから不満なのに変えちゃった。アイコンで趣味とか全面に出していくのって見てる側にとってもいいことなはずなのに、なんか普通というか無難なものにしないといけない空気感あるよね。あれで好きな子が同じ趣味とかってことわかるとウキウキするのに。それで言っとクッキーランはアイコンにしても許される部類なのかな。キャラクターとしてはサンリオ的な雰囲気もあるし、オタクっ気はあるかもしれないけど、男性とか女性のキャラクターよりかはいやらしさがないかも。でもみんな無難で意味のわからない可愛い猫とかにするくらいなら、趣味全開で引かせ合うくらいの方が楽しそう。それの何がダメって悪口好きな人に餌を与えちゃうことなんだよね。案外人のアイコンなんて気にしない人が多数派で、気にしてメチメチしたり不安になってる方が少数派。あいつオタクアイコンでキモいよねって友達に同意を求めても友達はどうでもええやろと思ってる。そういう変な人にしかバカにされないんだから自由にすればいい。実際みんな変な人に合わせがちだよね。喧嘩強い人とかに逆らいにくいよね。でも喧嘩が強いってことは喧嘩したことある変な人なんだから、普通喧嘩なんてしないもんな。口論でバンジー丸く収まるのに暴力行使し始めたらしく。でも喧嘩売られる場合もあるのか。その場合はどうなんです。じゃあ正当防衛ってことで。喧嘩って漫画見てると憧れるけど、現実だと痛いだけだよね。ムカつく相手を殴るよりかは。それあなたの感想ですよね。って言い続けてた方がいいかもしれない。なんていうか喧嘩って延長線上に戦争があると思うんだよ。暴力の愚かさというかアホっぽさを実感してほしい。また暴力を裏に感じさせる事柄も嫌い。男性から女性への性暴力とか力関係逆だったら 50% くらい減ってるでしょ。いやこれ僕の感想ですけども、そういう暴力フルーという言葉付けや感漂うことするのはダサい。暴力じゃなく権力でも同じこと言える。権力ならフルっていいと思ってる人いるけど暴力と同じだからね。でも権力って国民一人一人有してるから一種の冷戦状態かもしれない。話がとっちらかってきました。まだまだスコアは伸びません。この編成は外れだったか。外れといえば親ガチャの話だけど、親に失礼って考えで否定するのはどうかと思うよ。親が子を幸せにできてないからそんなこと言い出す子供になってるわけだからね。ちなみに自分は子を幸せにする自信もないし、なんなら配偶者を幸せにする自信もないので、というか責任を背負えないので結婚すらしたくない。兄に結婚して夫婦仲悪くなってるのなんだかなって思う。兄に子供産んでくらい家庭になってるのなんだかなって思う。自分が嫌な幼少時代を過ごした人は子供作りたがらないと思うんだ。もちろんそこから成功した人もいるだろうけど、だからといって産むのはポジティブな人だけっていう子供側の考えばかり言ってるけど、本当は親側の気持ちもわかるんだよね。でもなぜか世論って子供を叩きがちじゃん。あれなんて親側に寄り添える自分の地大人とか思ってそうだよ。子供に優しくできてこそ大人だと思うんだよね。っていうかみんな優しくし合えばいいのに、なんですぐ対立したがるの。しかも対立したがる人ほど感情で思ったこと言ってるだけだし、結局冷静に見れてる人が仲介に入って終わるんだけど、吐き出した感情で誰かを傷つけてるかもしれないっていう意識がなさそうで嫌になる。大抵そういう人って被害者意識持ってるんだよね。正直現代人全員被害者っていう解釈もできるしそれはいいんだけど、相手も同じ被害者なんだって思えたら心の余裕が持てるかもしれない。っていうかみんな被害者だとか思ってるから自分はこんなに悲観的なのかな。いや悲観的だからそれにたどり着いたのか。幸せの形って人それぞれあると思うけど、自分の環境に合わせた幸せなんかじゃなくて、普通に客観的に見ても幸せそうだなって誰もが思われる世界になれたら一番いいじゃん。なぜそういう理想論を捨てちゃうのか。空想を持ってないと現実に合わせようとしてどんどん小さな人間になっていくよ。まあそういう人は理想を持ってるとそっちに囚われちゃうのかな。人それぞれすぎてわかんない。簡単に分かった気になれる才能が欲しかった。何にでも納得できるって優しさだよね。優しさも毒にも薬にもなるんだけど、毒になりやすい優しさだね。自分の納得も相手からしてみれば勘違いなんてこと多々あり、そういう時に素直に相手の話を聞けるかどうかが優しさなのかもしれない。こういう話してるとあっという間に動画終わってるからいや。じゃあまた今度のし。